マリサ、もうすぐアルハラジオが始まるわよ。なんだその最低最悪なラジオ。あ、まだ動画化してない話題話されちゃってる。早く動画作れよ。我がチャンネルのクレーム対応はウプ主さんが担当していますので、文句はウプ主に申してください。ウプ主、早く動画作れよ。クレーム対応は現在フランさんが対応してますので。私にクレームのパス回してくるんじゃねえよ。霊夢と同じ手を使って逃げようとしてるんじゃねえ。それよりここ今後のネタバレになっちゃうかもしれないしカットした方がいいかな。いやちょうどこのタイミングで結果出ちゃってるよ。よし、こうなったら霊夢を引き伸ばして数字を隠すしかないな。もっとモザイクに適した物体なかった？とりあえずカットして、映っちゃった部分は視聴者さんに忘れてもらおう。珍しいお願いしてるな。とうとうグランドフェスティバルが始まるのね。グランドフェスって今までのフェスと違ってめちゃくちゃでかいフェスなんだよな。霊夢は今回どの陣営にしたんだ？今回は塩カラーズ率いる過去陣営としてバリバリ戦っていくわ。なんか過去陣営にした理由とかあるのか？そんなの、ホタル先輩と煽り先輩が可愛いから泣きなってるじゃない。そうか。あまりにも字幕がでかすぎて万太郎さんの顔が隠れちゃってるぞ。それは万太郎さんの背が高いせいよ。のせいにするなよ。まあそれより今回の予備祭はどの陣営も同じくらいの結果だな。つまりここからが本番ってことね。霊夢さんは足引っ張らないようにしてね。私が過去陣営の手を引っ張っていくぐらいの気持ちで戦ってやるわ。霊夢さんが手を引っ張っていったら地獄の底に連れて行かれそう。私一応巫女なんですけど。このチャンネルでは全然巫女っぽくないけどね。まあそれは置いといて、そろそろフェス会場に出発しますか。賛成。もうすでに出かける準備を終わらせておきました。よし、それじゃ行くぞ野郎ども。私ら野郎じゃねえよ。いやー、お待たせ、私も準備できたよ。別に待ってなかったけど。すっごい辛辣だね。それよりウプ主は動画作ってないんだし、お留守番に決まってるでしょ。動揺しすぎだろ。私日本語わからないね。じゃあ今何語喋ってるんだよ。リンゴ。日本語で会話できてるじゃねえか。それじゃあウプ主は留守番よろしくね。知らない人が来てもドア開けちゃいけないからな。私を何歳だと思ってるんだよ。おぉ、すげえ。グランドフェス期間中はこの会場で遊べるみたいだな。それよりまた動画化していない内容出てるぞ。まあそれは置いといて会場回りましょうか。そうだな、とりあえず改札探しに行くか。別にそこまで現実に寄せなくていいよ。私の自家用車がこんなところに。お前どんな財力してるんだよ。これに乗ればロビーとかショップに行けるらしいぞ。まあこのチャンネル編集遅いからもうみんな知ってるだろうけどね。そんなこと言うなよ。ちょっとみんな、祭りの出店があるんだけど。よし、片っ端から店の商品買い占めていくぞ。YouTuber っぽく祭り楽しむか。そんなことしてる YouTuber 見たことねえよ。後ろにはグランピングしてる人もたくさんいるな。ちょっとフェス素人質問で恐縮なんですが、こういうグランピングしてる人ってお風呂とかどうしてるんでしょうか。どうでもいいこと質問するなよ。きっと近くにお風呂あるんだよ。そんなことより早く会場行こうぜ。視聴者さんもう待ちくたびれちゃってるよ。確かに動画時間3分も経ってるのに全然本題に触れてないわね。まあこのチャンネルじゃよくあることだけど、じゃねえよ。それより霊夢、そんなにいろんな色のインク塗られて爆発飛散しないのか。そんな危険なものをフェス会場入り口に置くわけねえだろ。きっとこのインクは体に優しい成分でできてるんだよ。どうでもいいけど、このインクのせいですっごい洗濯がめんどくさそうよね。だから現実思考やめなさい。フェス会場内にも美味しそうな出店がたくさんあるな。私たちも何か出店しておけばよかったわね。私たちが何売るんだよ。油か時間か喧嘩かな。ろくなもの売ってねえな。ゆっくりリンゴならせめてリンゴ売れよ。スパイキーさんもフェスに参加してたのね。時間帯によってはブラウニーさんとここで会えるらしいぞ。私たちのフルーツ飴屋さんの隣で商売するなんていい度胸じゃない。別に私たちのフルーツ飴屋じゃないだろ。てかその店リンゴ飴売ってなかったぞ。マジで？リンゴ飴ってフルーツ飴界の主役的な立ち位置なのに。主役って思ってるのは霊夢だけだろ。でも結構飴界では定番のはずでしょ。きっと私たちのチャンネルが最近スプラ動画投稿してなかったから、リンゴという果物がスプラ界から追放されちゃったんだよ。私たちのチャンネルはそこまでの影響力持ってねえよ。いやちょっと待て、一応リンゴらしき箱は後ろの方に積まれてたからリンゴは存在するぞ。在庫抱えてるなら商品として並べてくれよ。あそこのステージでライブやってるじゃねえか。おお、風花さーん。うわ、急に出てくるなよ、ウプ主。スカルス番どうしたんだよ。安心しろ、ちゃんとドア閉めてきたから。まあ鍵は閉めてないけど。防犯意識なさすぎるだろ。そこ私の家なんだけど。まあウプ主は後で処刑するとしてライブ楽しみましょうよ。画面戻ったら風花さんがドアップにされてるんだけど。他のスリミ連合も映してやれよ。今は私が動画撮影してるからな。よし、こいつからカメラ取り上げるか。あまりにもライブが楽しすぎて自然とタコちゃんも踊っちゃうわね。それ踊ってる判定なんだ。どうやらこことは別にもステージがあってローテンションしながらライブやってるらしいぞ。ってことは塩カラーズとセンタクルーズのライブも見れるってことね。日本バンドのみんながローテンションしてライブをしているのは前半だけだったのだ。後半はメインステージで本当に全員でパフォーマンスをやっているのだ。以上、未来のグンダモンだったのだ。
よしこかのステージも見に行くぞ野郎ども。だから野郎じゃねえよ、存分にフェスを楽しむとしますか。いやウプ主は早く家に帰って編集しろよ。私たちがここの撮影済ませておくから安心して編集していいぞ。録画素材というお土産たんまりと持って帰ってやるからな。近所の田中さんが軽トラで送ってくれるらしいからお留守番しっかりとしててね。絵面が出荷されてるみたいになっちゃってるじゃねえか。さて邪魔者を片付けたし、いろんな露店とかステージ見て回りますか。賛成。とりあえずお腹すいたしラーメン食べますか。で店一発目ラーメン。え、別に一発目に行くで店がラーメンでもいいだろ。別にいいけどラーメン食べながら他の出店回るの大変だろ。安心しろ、私はラーメン持ち運びプロの称号を持ってるから。どこでその称号を取ってきたんだよ。それじゃあクラゲのおっちゃん、ラーメン一つちょうだい。本当に注文しちゃってるよ。それでどのラーメンにしましょうか。結構出店にしては種類たくさん置いてあるわね。じゃあ私は海鮮系のラーメンもらおうかな。ここ魚類の世界だよ。でもマリサ、ちくわっぽい具材が入ってるラーメンあるわよ。私にはちくわにあんまり見えないけど。一応鮭の出汁を使ったラーメンあるけどどうする。あるのかよ。実は少し前この会場に大量の鮭が襲ってきてね。その内容まだ動画出してないので言わないでください。なぜその動画出す前にこっちを先に動画化してるのか。まあとりあえずその大量の鮭で出汁を取ったからとっても美味しいよ。あの鮭そこまで美味しそうに見えませんけど。じゃあおじさん、その鮭ラーメンちょうだい。はいよ、毎度あり。え、フラン、あの鮭ども食べるつもりなの。マリサとレイムにも分けてあげようか。私たちは遠慮しておこうかな。それじゃあマリサたちは何食べるんだ。私は向かいのケバブでも食べようかな。このケバブも鮭たちの肉で作られてるんだよね。このフェス、原材料鮭しかないのかよ。このお店のお肉は鮭ではございませんのでご安心ください。ほら鮭じゃないってよ。それじゃあケバブ一つください。ちなみにこのお店は何のお肉使ってるんですか。うちのお肉はクマさんだよ。ちょっと注文キャンセルしていいですか。ダメです。あいつの本体ってここで食べれたんだ。あいつはまだご存命じゃなかったっけ。それで霊夢は何食べるんだ。私はあんまりお腹空いてないし今はいいかな。ここら辺の出店はなぜか原材料おかしいし。いやいや霊夢は YouTuber だろ。 YouTuber ならゲテモノ食う義務あるだろ。そんな義務ねえし、ゲテモノっていう意識はあったのかよ。お待たせ、オレンジ色のお嬢ちゃん、ラーメンできたよ。人前に出しちゃいけない料理出てない。安心して、味は美味しいから。味わって言っちゃってるじゃないですか。メニューに載っていないんですけど。隠しメニューだからね。できればずっと隠してほしかったな。まあお腹空いてたしこれでいいか。よくその料理出されてその顔できるね。お代は1200円ね。それじゃあマリサ、1200円貸して。お金持ってないのに真っ先にラーメンやったのかよ。頼むよマリサ、お腹空いて死にそうなんだよ。おお、泣くな泣くな、仕方ねえから払ってやるよ。ありがとう、マリア。マリサ、今名前間違えてなかった。まあそろそろ他の屋台とか見て回りますか。確かにケバブ屋さんとラーメン屋さんだけで2分も尺使っちゃってるもんな。この動画の尺配分おかしすぎるだろ。え、将軍とスルメじいさんこんなところにいるんだけど。タコワサ将軍と当たりめじいさんね。あの人たちクリアをめちゃくちゃ仲良くなってたんだな。おい、ネタバレしてるんじゃねえよ。もうこんだけ時間が経ってたら別にいいだろ。いい、今の時代は多方面に配慮しないといけないんだから。そんなこと動画内で言うんじゃねえよ。でもこんな弱小チャンネルはそこまで配慮しなくても怒られないんじゃないのか。確かに納得しちゃったよ。今から配慮しない言動していくぞ。やめろやめろやめろ。そんな配慮しない言動って一体どんなことを言うんだ。確かに気になるな。配慮しない言動ってどんな言動なんだ。チンチン言動小学生以下。画面にデカデカとチンチン出すな。一応下ネタ苦手な人に向けて配慮のしない言動をしました。なぜそんなにどうやってその言葉が言えるの。まあ配慮とかそういうのは話題の隅に置いておくとして、全くベスト関係ない話題は置いておかずにゴミに捨てといてください。隣にグッズとか売ってあるからいろいろ見て回りますか。すでに画面に塩カラーズのブースが映ってるよな。あおり先輩一緒に写真撮ってください。一人で突っ走っていくな。それと立て看板に許可求めるの少し気持ち悪いぞ。そんなことねえだろ。ここは塩カラーズのグッズとか売ってるのか。うちわとかカチューシャとか人形とかいろんな種類のグッズが売ってあるな。それじゃクラゲのおじさん、グッズ全部ください。おい、しっかりと計画的にお金は使えよ。全部で7万円ね。あ、お金足りなかったからマリサ貸して。お前も私に借りるのかよ。頼むよマリサ、後で3倍にして返すからさ。だから泣くなよ、そこまで言うなら貸してやるよ。ありがとうマリサ、君は私の命の恩人だよ。そこまでの思いだったんだ。とりあえずこいつは置いといて隣のテンタクルズショップによるか。あ、ちょっと待って、ホタル先輩とアオリ先輩と一緒に写真撮らないといけないから。あ、ゆっくり楽しんで。マリサたちも一緒に集合写真撮ろうよ。満面の笑顔すぎるだろ。てかこの画面がすでに集合写真だろ。それじゃハイチーズ、こいつ話聞かねえな。あ、ごめん、カメラの設定ミスで白黒になっちゃった。そんなことあるのかよ。てか強引に集合写真撮るなよ。よし、それじゃあ撮り直そうか。もう十分だよ。動画スクショしたらたくさん集合写真できるよ。いいじゃない、まだまだフェスは続くんだから、今日のお前表情豊かでいいな。その後、霊夢たちは1時間くらい撮影会を楽しんだのだったのだ。隣は姫先輩と飯田さんのグッズが買えるのね。ほら、
二人とも動画なんだからもう少しテンション上げなさいよ。お前が1時間くらい撮影会に付き合わせたからだろ。いやちょっとテンション上がりすぎちゃってさ。いくらなんでもテンション上がりすぎだろ。それで霊夢、この店の前で足を止めたってことは何か買うつもりなのか。自分のお金持ってないくせに。マリサ、お金貸して。貸すわけないだろ。こちとらすでに貴様に利子なしで7万お貸ししてるんだよ。めちゃくちゃ良心的じゃん。頼むよマリサ、後で6倍にして返すからもう7万貸してくれ。そんな大金返せねえだろ。小さい子も見てるかもしれないんだから借金で破滅しようとしてるんじゃねえよ。ちゃんと契約書作って逃げられなくするんでお貸しいただけませんか。契約書って普通貸す側が作るやつだよね。こいつどんだけグッズ欲しいんだよ。てか霊夢って塩カラーズだけじゃなくてテンタクルズもファンだったのか。ふ、私はその2組だけじゃなくてスリミ連合を含めて全員のファンよ。借金の契約書持ちながらどやるなよ。ちなみにテンタクルズは塩カラーズの次に好きよ。別に聞いてねえよ。だから頼むよマリサの旦那。マリサの旦那が貸してくれねえと危ないところに借りに行っちまうよ。そんなとこ行こうとするな。急な実写男性やめなさい。仕方ねえから貸してやるけど絶対に返せよ。私の取り立ては法を恐れないって評判だからな。もしかして金融関係の方でしたか。一体どこで評判になってるんだよ。まあそのことは適当に捨てておくとして。捨てるな、せめて置いとけ。クラゲの兄ちゃん、テンタクルズのグッズ全部ちょうだい。ここのクラゲはおじさんじゃないのか。よし、グッズもたんまり買えたし写真撮影会始めようか。もういいよ、歯並び良すぎるだろ。その後再び1時間の楽しい写真撮影会が開催されたのだったのだ。二人とも、その流れ2回目よ。霊夢が同じくだりを2回もしたからだよ。ごめん、反省してないだろ。ハモりすぎだろ。それで霊夢、ここで再び足を止めたってことは。マリサ、お金貸して。予想通りの展開。てかなんだその顔は。頼むマリサ、この運は10倍にして返すから。どんどん返す倍率上がってるけど大丈夫か。もうここまで来たら貸してやるよ。返せなかったらどうなっても知らないからね。てかマリサの財力ってどうなってんの。ありがとうマリサ、グッズ購入後の写真撮影も楽しもうね。そこももう1回するのかよ。こうしてさらに1時間写真を撮る3人だったのだ。さすがの僕もこれには同情するのだ。そういう台本だったんだから仕方ないだろ。メタイとトルナなのだ。そしてさっきの場所の向かいにはサブステージが設置されてるな。それよりもしかしてあのお方は、あの麗しくて可愛らしくてイカ界で一番イカしているあのお方たちは。早口をたくさん落ち着いてください。ホタル先輩とアオリ先輩だ。極楽浄土。どういう喜び増減。霊夢が邪魔で塩カラーズのお二人が見えねえよ。我が人生に一遍の悔いなし。行くな行くな。てか私と字幕かぶるからそれやめてくれ。あー、めっちゃ至福のひとときだわ。ちょっと誰か私の代わりに実況しておいて。おい仕事放置していつにしたろうとしてるんじゃねえよ。お前もうプチと一緒に動画編集の刑にしてやろうか。それは嫌だからしっかりと実況するか。でもよく考えると私たちが喋らない方が曲が鮮明に聞けて視聴者さん喜ぶのでは。そんなことしちゃダメだろ。一応これゆっくり実況動画だからね。おお、塩カラーズのツーショット。最高、尊い。行ってきます。すぐに行こうとするな。そんなに頻繁に魂の行ったり来たりさせないでください。はい、皆さんスクショタイミングです。私のスマホはなぜか容量いっぱいで撮れませんでした。さっき大量の写真撮影会が行われてたからだろ。あれ、私たちの塩カラーズはどうやらメインステージに移動したらしいぞ。なんですって。じゃあ早くメインステージに向かわないと。ようやくメインステージに向かうのか。メインステージまで12分かかる動画めったに存在しないだろ。うわ、メインステージめっちゃでか。そしてホタル先輩がめっちゃでかく映ってる。霊夢落ち着こうか。今かなりキモいぞ。霊夢が落ち着きやすいように優しい草持ってきました。動画的にも全然落ち着けないもの持ってくるなよ。ちなみに手に持ってるのは草という文字ですので心配しないでください。今日のフラン、すごい攻めてるな。そんなことよりここから見える景色すごいわよ。確かに、クラゲ全員ハゲててすごいな。驚くべきポイントずれてない。そもそも毛根ないクラゲの方が通常だからね。ここからでもズーム機能使えばステージ上も詳細に鑑賞できるな。イカちゃんやタコちゃんの視力良すぎるでしょ。やっぱり普段から戦いに身を投じてるものは視力とかも強くなるのかな。私も日々編集とかと戦ってるし視力いいわよ。ほんとかよ。じゃあ霊夢はどれくらい視力いいんだ。そうね、肉眼で火星がこれくらい見えるかしら。いや地球上でどう眺めればこの視点になるんだよ。もし本当にここまで見えるんだったら日常生活大変だろ。そんな雑談をしていましたらステージ近くまで到着しました。ここまで近くに来たらスクリーンが大きすぎて見切れちゃうな。でもまだまだズームしないと塩カラーズのお二人小さいな。ちょっと待って、この構図ゆっくり解説じゃない。画面の左右の端にボケとツッコミがいる構図のことをゆっくり解説構図っていうのやめなさい。めちゃくちゃボケの説明をしてツッコミするのもやめなさい。うわぁ、アオリ先輩が手を振ってくれてる。急にうるさいなこいつ。そういえば霊夢、このフェスではエモートで踊ったり手を振ったりして盛り上がることができるらしいぞ。え、ってことはジャンプしたり画面を揺らしたりしなくても盛り上がれるってこと。あぁ、霊夢のちょっとリズム遅れてる下手な踊りさらさなくていいぞ。この画面のダンスそんな風に思ってたの。左下のエモートを使えば周りのクラゲと同じ動きができてよりフェス感増すらしいぞ。本当だ。ちょっとタイミングずれて恥ずかしいやつになってるけどめちゃくちゃフェスっぽいな。マリサ、フラン、私気づいたことがあるわ。急にどうしたんだよ。フェスが楽しすぎて全然バトルに足が運べないわ。過去陣営を引っ張っていくんじゃなかったのかよ。ちなみにまだ過去陣営に投票すらしてないわ。よく動画序盤に過去陣営代表みたいな顔できたね。はい、霊夢さんちょっとここで緊急会議しようか。どうしたのマリサ、急がないとメインステージでテンタクルズのパフォーマンス始まっちゃうわよ。
霊夢さん、そろそろバトルに参加しましょうか。争い事は良くないと思いますので、フェスを楽しもうと思います。これ一応ゲーム実況動画だからね。霊夢さん、今のところ14分間茶番しかしていないんですよ。もう茶番動画で別に上げてもいいレベル。いいじゃない、茶番9割実況2割の実況動画があっても霊夢さん算数できてませんよ。わかった霊夢、でもお前が過去陣営で頑張らないんだったら誰が勝ちに導いてくれるんだ。はぁ、ここの霊夢は自分に自信があるタイプの霊夢です。そうね、マリサ、私過去陣営を背負わなきゃいけないんだった。過去陣営の皆様、この度はうちの霊夢が勝手に過去陣営を背負ってしまって申し訳ありませんでした。私ちょっと戦ってくるわ。おう霊夢、行ってらっしゃい、頑張ってこいよ。いや、私たちも実況しに行くんだよ。何マリサだけフェスを楽しもうとしてるのよ。文面だけにしてナレーションの仕事放棄するな。というわけでお待たせいたしました視聴者の皆さん、ここからがこの動画のメインとなります。コース料理並みの前菜のようだったな。それよりチャージャーなのに距離詰められちゃってすごいピンチなんだけど。やっと本編入ったんだからいいプレイしてくれよ。さっき引いた敵が戻ってきたぞ霊夢。こんな至近距離でチャージャー当てれる自信がないから、とりあえずゴムコロコロしながら戦っていくわ。なんで苦手なチャージャー使ってるんだよ。マリサ、誰が苦手なんて言った？私は至近距離では当てれないって言っただけで、チャージャーくらい余裕で使いこなせるのだよ。ルーカパード付きで殴られたいか教えてくれ。全身全霊で吹っ飛ばしてやるから。じゃあ時でお願いします。三択目を提示してるんじゃねえよ。てかカメラ裏で結構キルできてるじゃねえか。これは調子乗って前なんか出ちゃったりしようかしら。調子乗るなよ、お前が調子乗ると大抵失敗するんだから。ちょっと高台から足踏み外しちゃったけど、スペシャル発動してるし問題ないわよね。問題終わりだよ。綺麗にリッターに抜かれてるじゃねえか。まだ残り時間半分あるんだから全然問題ないわよ。私の勇姿そこで正座してみてなさい。好きな姿勢で見させろ。調子乗ってすみませんでした。今度はお前が正座しながらプレイしろよ。足ないのにどうやって正座するんだろう。過去陣営を背負ってる者としてしっかりと反省をしてきました。勝手に背負って勝手に反省してる。てか反省してる割には霊夢さんのチームピンチになってますよ。こうなったら私が対応キルして打開させてみせるわ。くらえ、使いづらいエンジェルショット。どうよ今の空中ショット。ごめん、わざめいが12秒過ぎてプレイが入ってこなかった。てか今の場面飛んで打つ必要なかったくないか。そんなこと言わないでよ。このわざめい考えるのに10分くらい使ったんだから。なんでそんなこと20分も使っちゃったんだよ。お前絶望的に12秒向いてねえな。く、敵のチャージャーさん、全くさっきを感じなかった。もしかしたらこの人が伝説の暗殺者かもしれないな。一体どの地域で伝説になってるんでしょうか。まあ伝説の暗殺者さんのことはマリサの家にでも置いておくとして、そんなものを私の家に置かないで。ずっと私たちのチームにピンチマーク出てるから、そろそろ巻き返していきますか。残り時間およそ1分ですけど大丈夫ですか。縄張りバトルは最後の1分が重要なのよ。むしろ最後の1分以外は塗らなくても良いまであるわ。そんなことねえよ。てかそんな重要な場面で霊夢さんはなんでやられてるんですか。ちょっとその疑問は迷宮入りしちゃいますね。いやお前が未熟なせいだからだろ。すぐに迷宮入りさせて捜索諦めるな。まあ落ち着きなさい生命退職君。何様のつもり。借金持ちがそんな上から目線な発言しないでください。おっと、私の立場低すぎない。それより試合どうするんだよ。残り40秒でピンチ状態から抜け出せるのか。私が4連続キルして一気に形勢逆転、栄養満点、術式反転してやりますよ。適当な四字熟語並べてるんじゃねえよ。でも今のところしっかりと3キルしてるぞ。そして着地してきたスパッタリ1回も倒して全員メイド送りにしてやりましたわ。霊夢にしてはいいプレイしてるじゃねえか。あとは地面をたくさん塗って残り20秒で逆転しないといけないな。私の持ち運び式ブラックホールで敵にこれ以上塗られるの不正で、なんとか持ちこたえられないかしら。持ち運び式ブラックホールじゃなくて吸引機ね。さあ吸引機も使い切り、両陣営のアイコンの大きさが同じくらいになったところで、残り時間が10秒を切りました。これはどっちが勝つかわからなくなってきましたね。あんなにスーパーキルしたしきっと絶対勝ってるわよ。と絶対って言ってるやつ信用できねえな。最後に敵さんがナイス玉を投げて試合は終了しました。く、どうだ？中央は塗られてるけど、こっちは敵陣営も塗ってるもんな。2連敗しました。霊夢さんもしかして過去陣営の手じゃなくて足引っ張ってないですか？まだフェスは始まったばっかり。ここから負けた過去なんて忘れて突っ走っていくわよ。過去を反省して突っ走りなさい。過去陣営なんだから過去大事にしろよ。それよりなんでまた霊夢さんの陣営がピンチの状態なんですか？ふっふ、それはピンチ状態の録画ばっかり採用しているからだよ。寝たいこと言ってるんじゃねえよ。てかピンチ状態にならないような立ち回りをしなさい。あれ？敵さんに攻撃当てたのに倒せてない？敵さん2人が一気に抜けてて、で大きなラグが生まれちゃったのかな？いや、フラン敵さん2人だけじゃなくて味方さん2人も消滅しちゃったぜ。そんな一気に抜けることある？やっぱり霊夢と一緒にプレイしたくなかったんだろうな。そんなことねえよ。希望的観測？まあでも敵さんが2人になったおかげで2連続ワイプアウト達成できてたし、今度こそ逆転できるんじゃないかしら。一応こっちも2人だけになってるから、霊夢もしっかりと仕事しないといけないからな。とりあえず敵さんを執拗に吸い込んで、あわよくば吐き出す時に倒しておきたいわね。倒したら花火玉もらえるし、塗り状況結構改善されるよな。しかし吸引機初心者の霊夢さん、敵に攻撃を当てることができませんでした。やばい、最後の最後で敵さんに倒されちゃった。なんでチャージャーなのに前に詰めようとしたんだよ。そして霊夢さんが倒されて試合終了。
最後大きく敵さんに塗られたけど試合はどうなっているのでしょうか。あ、でも今回こそ勝てるのでは。そんなわけなく 1.7% 差で敵さんの勝利です。最後私がやられてなかったら勝ててたじゃねえか。ってことでダイジェストの反省を生かさず殺さずの具合で本戦戦っていこうと思うわ。ちゃんと反省を生かせよ。今回の試合は100倍マッチだからここで勝ってダイジェストの負け分取り返すぞ。ダイジェストから結構練習したし、スナイパー霊夢の実力見せてあげるわ。そういえば今思い出したけど、霊夢って昔チャージャーの動画撮ってなかったか。その時はリッター使って無双してたわよね。無双かどうかは要審議だけどね。あの時散々リッター使ったから今回のフェスでも順調にチャージャー使えてるわ。ダイジェスト見てる限り順調ではなくない。ダイジェストはフェス始めてすぐだったし、そもそもスプラ自体久しぶりのプレイだったからさ。早口で言い訳するのやめなさい。実況に戻るけど敵さん全然車線内に入ってこないわね。ちょっと敵さんがいそうなポイントに移動する。ってなんでやられてるんですか。いやー、味方のナイス玉にナイス送ってたらやられちゃってたわ。プレイ歴何年目ですか。一応初めてプレイしたのはスプラ初代ですね。スプラ初代の発売年は9年前ですね。ちょっと待って、そんなに時間経ってたの。9年前ってことは今の20歳が小学生時代を謳歌している時期だな。9年前ってスマホとか存在しないんじゃないかしら。さすがにそこまで昔じゃねえだろ。そんな時間の流れが早いことは置いといて実況に戻るけど、とりあえずここの隅に隠れて敵が出てくるのを待ちますか。ここら辺を抑えてたら敵さんが詰めにくくなるもんな。でも味方さんが強すぎて霊夢が抑える必要ないかもしれないけどな。もしかして私がここで反復横飛びしてるだけで試合に勝てるってこと。いや地面を塗るとかやるべきことはあるだろ。じゃあちょっと画面に変化がないから雑談でも始めちゃいますか。いやだから地面とか塗ったすればいいだろ。うちのプッシュ、最近トークスキル伸ばすために漫才とかコントとかよく見るようになったんですけど、こいつ本当に雑談始めようとしてるよ。しかも全然スプラやフェスと関係ない話題じゃねえか。やべ、全く意識外のところから狙撃されちゃったんだけど、霊夢が雑談に意識持ってかれてたからだろ。一応100倍マッチなんだから集中してプレイしてくださいね。まあ安心しなさいよ、言ったでしょ。残り時間1分になってからが本番だって。あなたそう言ってダイジェスト中全敗してましたよね。あ、あれは違うのよ。ほら偶然お腹が痛くなってプレイに集中できてなかっただけだから。嘘の言い訳並べてるんじゃねえよ。ゆっくりのお腹ってどこだよ。実況に戻るとちょっと敵さんに詰めてこられちゃってるわね。ちょうど目の前に敵さんいるし霊夢集中するんだぞ。一発目は外したけど二発目は当ててみてる。外してますけど3、4、5発目当てて倒せたんだから結果オーライよ。この人全然チャージャーらしい立ち回りしないんですけど。まあ私って枠に収まらない女って巷で話題になってるからね。へえ霊夢ってそんなに太ってたのか。物理的にじゃなくて精神的に収まらないって話してるんだよ。実況に戻るけど目の前で自陣側塗られちゃってるからどうにか阻止させたいな。ちょうど吸引溜まってたし安全に倒して残り1分頑張りましょうか。いやーここで霊夢がやられてたら動画的に面白かったんだけどな。100倍マッチでそんなことできねえよ。つまり100倍マッチじゃなかったらそんなふざけたことができるということなんですか。味方がそんなアンチみたいなこと言わないで。それより足滑らせちゃってめっちゃピンチになっちゃったんだけどどうすればいいですか。そりゃ霊夢さんの実力で片付けたらいいんじゃないんですか。文末の顔ムカつくんですけど。一旦ここはどうにか逃げて体勢を立て直したい。しかしそんな夢は叶わず試合時間残り30秒でやられてしまいました。だけど優秀すぎる味方さんがすぐカバーに来てくれたわ。この試合で霊夢の活躍なさすぎないか。いや私は至近距離で連射して倒してたり、至近距離で吸引機当てて敵倒したりしてるし、至近距離で戦いすぎだろ。チャージャーならかっこよく遠距離で戦ってくれよ。わかったわ。それなら敵さんのチャージャーと遠距離勝負してやるわよ。こんなのもしかったら正の男子全員これちまうよ。世の男子そこまでちょろくねえよ。てか負けちゃってるじゃねえか。やっぱりリッターの射程長いな。言い訳してるんじゃねえよ。てか今の射程はチャージャーでも倒せる距離だっただろ。まあ味方さんが仇討ちしてくれてたし問題ないわよ。いや問題はあるよ。生き残って地面とか塗るべきだっただろ。さあ今回は100倍マッチだし負けられないわね。今回は霊夢は何にもできてなかったけど味方さんがめちゃくちゃ強かったおかげで勝てたな。味方さんには頭が上がらないな。ゆっくりだから頭しかないけどね。そういえば100倍マッチ勝利したから記念撮影できるんじゃないのか。確かにちょっと後で行ってみたいわね。それより勝利画面グランドフェス仕様になってるぞ。背景に各陣営のロゴが書かれてるな。100倍マッチでの勝利おめでとう。読み上げ役ずんだもんなんだ。最高のプレイでフェスを盛り上げてくれた君、ステージ前の立ち台に乗って写真を撮れるようになったのだ。いやこいつ最高のプレイしてませんよ。別にそこ言及しなくていいんだよ。お立ち台にはフェス投票所から乗ることができる。生かした仲間たちとの思い出を写真に残してみよう。霊夢は残念ながら生かしてないし写真撮影できないかな。そんな特別しようねえよ。それより塩カラーズのお二人が勝利を祝ってくれてるぞ。あちょっと昇天してくる。だからすぐ天に登ろうとするなって。塩カラーズの二人に褒められたところで早速写真撮影行こうぜ。普段は神輿の上で写真撮影だったけど今回はステージの前で撮れるらしいな。投票所で写真撮影に行けるようになるのね。すごい。めちゃくちゃクラゲに見守られながら写真撮れるぞ。そう言われると少し恥ずかしくなるんですけど。てか私たち過去花のに後ろすり身連合になっちゃってるな。ちょうど時間帯がすり身連合の時間帯
だったのね。まあスリミ連合も大好きだし、何より写真撮影の録画がこれとあと一つしかないからこのまま撮影会始めるわ。少しネタ入り理由挟んでるんじゃねえよ。視聴者の皆さんも好きなタイミングでスクショしてスマホの待ち受けでもしてください。スマホの待ち受けにすると何かしらの運が上がりますよ。霊感商法やめなさい。商法ではなくない。私あんまりハエとか気にしないタイプだからモデル角度とかコツとか全然わからないんだけど、どうすればいいと思う？お前序盤で計算時間写真撮影に付き合わせたくせに写真撮るの苦手だったのかよ。これって訴えれば慰謝料とか請求できますか？ごめんごめん、あれはテンション上がっちゃっただけだから。そうだ、これを写真撮って今家に帰らせられてループ主に送りつけようぜ。すごい性格悪いけどめちゃくちゃいい案だな。待ってて、私がめちゃくちゃいいアングルで撮ってやるから。いやー、なんかすみませんね田中さん、わざわざ家まで送らされてもらって。全然大丈夫ですよ、私も家に帰るところだったので。うん、なんか霊夢から送られてきた。霊夢が LINE してくるなんて珍しいな。何何、ウプ主に言ってる。私たちはウプ主の代わりに楽しく写真撮影してるよ。よし、家に帰ったらあいつらへの復讐考えるか。いや、動画編集しに帰るんじゃなかったんですか。今回のグランドフェス、初日から鳥からバトルできるらしいから実況していくわ。しかも昔開催されてたフェスの鳥からステージがランダムで出てくるらしいし、めちゃくちゃ嬉しいよな。今動画に映ってるステージはゼルダ発売記念フェスの時にプレイできたステージだな。確かお題は力対パワー対ウデッチだったっけ。どんだけ脳筋なフェスなんだよ。力対知恵対勇気だっただろ。そういえばゼルダといえばもう少しで新作発売されるよな。確かゼルダ姫が各地から物を借りパクして冒険する物語だったかしら。ひどい要約の仕方やめなさい。姫が借りパクするわけないだろ。それでこのチャンネルはどうしようとか思ってるのか。まあやってみたいわよね。私原作のブレワイとかケアキンとかめっちゃやってたし。でも霊夢、このチャンネルありとあらゆる実況シリーズ失踪してるんだぞ。そんなチャンネルが新しい実況シリーズ完結できるのか。実況メンバーならそんなこと言わないで。あと失踪なんてしてないから。ただ編集が間に合ってなくて録画素材がたくさん溜まってるだけだから。人はその状態を失踪と言うんですよ。わかった、私がたくさんの録画素材をきれいに片付けてやろう。本当ですかフラン先輩。ああちょっと待ってろ。今何したんですか？何って、今大量の録画素材が入ってるウープ主のパソコンを遠隔で爆破させただけだけど。何してるんだよ。てかなんでそんな危ないもの持ち歩いてるんだよ。でも大量の録画データは物理的にこの世から片付けてやったぞ。そういう意味で片付けてほしいわけじゃねえよ。録画素材ないと本当に失踪しちゃうじゃねえか。まっとウープ主がなんかすごい力使ってデータ復元するでしょ。より労力かかる結果になっちゃってない？そんな雑談をしてたら試合の残り時間が半分になってしまいました。まだ全然実況してないのに。私たちは攻め陣営で緑チームと一緒にオレンジチーム相手に頑張ってるわ。あれ？さっきまでの試合と違って今回は和傘使ってるんだな。和傘もホタル先輩が使ってたからね。いや和傘って今作から出てきた武器なんだからホタル先輩が関係することなんてないだろ。あれ？マリサさんってちゃんとスプラプレイしたことないんですか？顔を左右に向けながら近づいてくるんじゃねえよ。煽り方で一番気持ち悪い煽り方だな。ホタル先輩がずっと持ってたでしょ？ヒーローモードで。いやそれは武器じゃねえだろ。ここでホタル先輩にどうにかしてインク当てようとする遊び全人類してるよな。全人類は言い過ぎだろ。てかもう少し残り試合時間1分だから気合い入れてプレイするわよ。プレイするのは霊夢だけだろ。そろそろどうにかして中央のスーパーシグナルを取りに行きたいな。ちょっとこのレーザー避けてきたら奪いに行こうかしら。鉄さんが油断してる隙に奪いたいよな。めちゃくちゃこっちにゴム投げられてて鉄さん全然油断してないけどね。それでも私は奪いに行く。だってそこにスーパーシグナルがあるから。登山家かよ。どういうツッコミだよ。よし、守りに来てくれた味方さんもろともワイパーの詐欺になったけど、スーパーシグナルはゲットできたわ。これでなんとか 1.5 倍くらいの差がある。塗りポイント逆転したいな。これ残り40秒でなんとかできる差なの？緑陣営と協力すれば全然逆転できる範囲ね。さあ緑陣営さん、一緒にオレンジ陣営倒しましょう。お前が緑陣営に倒されてどうするんだよ。完全に緑陣営のナイス玉に突っ込んでいったな。でも塗り範囲の差が結構縮んできてるしいい調子よ。確かに、霊夢たちのチームが一番塗りパーセント高いし、味方の緑陣営さんがスーパーシグナル取ったもんな。霊夢がやられてた方がいい状況になってるじゃねえか。そんなこと言うんじゃねえよ。私も決算に見らせないようにおとりとして頑張ってるんだから。おとりならもう少し踏ん張ってほしい。指摘ももっと返り討ちにしてほしいんですが。ちょっと注文が多すぎますね。至って普通のお願いだわ。霊夢さんは使い物にならなくてももう片方の味方さんがめちゃくちゃ塗ってたな。まあ味方にすごい人を引くのも実力ですから。そんなこと言ってるやつは実力ねえよ。やめて、その言葉刺さりすぎて泣いちゃうから。このステージの形、ゼルダのトライフォースになってたんだな。試合結果は味方さんと私の勝利ね。そこに霊夢を含むなよ。お前はたくさんやられてただけだっただろ。いや私も地面塗ったり色々してたからね。一応アシスト数の金バッジもゲットしてるし。霊夢、お前がそんな不正するなんて私信じられないよ。どこまで私の信頼皆無なんだよ。一方そのコロープ主は、いやー、ここまで送ってくださりありがとうございました。いえいえ、近所なので全然構いませんよ。それより、なんでお宅の家は火事になってるんですか？なんでなんでしょうね。そんなのんきなこと言ってる場合じゃないですよ。めちゃくちゃ屋根燃えてるんですから。まあ安心してください。どうせすぐ消火するんで。よく落ち着いていられますね。一体その余裕はどこから来るんですか？まあまあこの世界はジャグ世界だし心配せずに早く家でゆっくり休んでください。長旅で大変お疲れでしょうし。いやうちの家にもよくらないか心配で全然ゆっくりできませんよ。先
ほどのトリカラバトルで調子に乗った霊夢ちゃんは、まだ活躍できていないチャージャーで視聴者さんたちを盛り上げていこうと思います。さっきのトリカラバトルに霊夢が調子乗るポイント存在しなかっただろ。でも霊夢の予想外な下手プレイを見て視聴者さんたちは盛り上がるかもな。そういうことは狙ってねえよ。この試合はチャージャー使い始めてかなり時間経ってるから今までよりも上手なプレイしてあげるわよ。おお、壮大なフラグ立ててくれるね。盛り上がってきたね。お前らが期待してることは起こさないからな。ナイス玉打ち込まれたから一旦引いて敵を狙えそうなところに移動したいな。ラッキー、近くの敵は味方さんが倒してくれたわ。いやー残念だな、私の実力だったらあの距離外さないのにな。こいつ味方にキルしてもらったらすごいやることないこと言いたい放題だな。あそこに無防備のスナイパーさんがいるじゃない。あんな遮蔽物もない広いところで狙撃だなんて倒してくださいって、あれだなんて倒してください。動いてない敵に弾当てれなかったんだけど。予想以上の下手さ来た。霊夢さん、こんなスーパー下手プレイ視聴者さん大喜びですよ。あんな有利な笛打ち失敗して返り討ちに遭うなんて、さすがゆっくり実況者さんですね。その発言でゆっくり実況者を敵に回したからな。しかもかっこいい感じにフリックショット決めようとしたけど外して返り討ちに遭ってたから、よりダサくて面白かったぞ。その報告もいいよ。さっきのプレイはいいから実況に戻るぞ。いやいや、今の下手プレイは後に、3ヶ月は煽る予定だから。そんな予定立てるな。しかも長すぎるだろ。戦況は霊夢がやらかしてたけど大した問題になってなさそうだな。まあ私って他人に迷惑かけないで有名だからね。いやそうじゃなくて、お前が仕事してないからいてもいな。もごむごむご。マリサに物理的な口封じするな。実況に戻るけど、先ほどの仇を打つためにもう一度同じところに来ました。さあ私にあんな恥をかかせたリッターさん、早く頭出しなさいよ。リッターさんのせいにするな。目当てのリッターさんじゃなくてエグザミナーさんに見つかっちゃったな。しかしすかさず味方さんがウルトラショットで撃退してくれたぞ。ちょっと味方さんカバー上手すぎない？その味方さん、試合序盤で霊夢を助けてくれた味方さんだぞ。よしそこの味方さん、私の専属女子としてタダで雇ってやろう。タダで雇うな。てか霊夢みたいな弱いお荷物さんと組みたくないだろ。そんなこと言っていいんですか？一応私先ほどに連続キルしてワイプアウト勝ち取ったんですけど。でもお前止まってる敵に弾当てれねえじゃねえか。もうその失態は一旦動画の隅に置いとこうか。まあでも一応ワイプアウトもしてたし、無理状況もこっちがいい感じで流れ来てるな。それに吸引機で降りてきた鉄さん倒せてるし、この調子で残り1分前線キープしていきたいわね。そして下の不名誉なテロップも早く消していきたいわね。いやーちょっとこのテロップ油性ペンで書いちゃったから消すの難しいな。なんでわざわざ油性ペンで書いちゃったんだよ。ネットで調べたところ油性ペンはアルコール消毒液使えば落ちるらしいぞ。およくやったフラン。それじゃあ早く消してくれ。それはダメだフラン。霊夢にもし消毒液がかかっちゃうとそのまま消えていなくなっちまう。私はバイキンマンじゃねえよ。つまりアンパンマンは消毒液を使いながら戦えば余裕でバイキンマンに勝てるってことか。ねえその話今全然関係ないよね。この茶番どころかグランドフェストも関係ないよ。そろそろ画面の端っこがしつこくなってきたので、綺麗さっぱりと片付けまして。しつこくなってきたとか言うんじゃねえよ。残り試合時間30秒ってところで鉄さんが味方陣地に攻め込んできちゃったな。ここは下手に突っ込まずスナイパーらしく待ちの姿勢で戦っていくわ。やっと成長が見れた。霊夢にもスナイパーの自覚が目覚めたんだな。泣くほどのことだったの。なんか今までごめんね。まあとりあえず残り時間あと少しだし、自陣塗ったりしてより勝利を確実にしていくわ。鉄さん倒して花火玉もゲットしたから、塗りが弱い武器でもより後半に塗れるようになるのいいよな。一応チャージャーって意外とまみれる武器だけどね。最後にゴムを放り投げて試合終了。これは試合全体を通していいプレイができたんじゃないんでしょうか。確かに動かない敵に攻撃外すとかかなり良いプレイだよな。やかましいわ。ってことで10倍マッチでも難なくと勝利。10倍マッチだったのかよ。表彰もバトル1位のメダル取れたし、あの惨劇はなかったことになるでしょう。あんだけ動画に残ったんだからなかったことにはならないと思うよ。あそこ切り取ってショートに出して拡散しておくよ。やめろやめろ。このチャンネルだったらしっかりと切り抜いちゃうんだから。こうして霊夢たちは屋台を満喫したり、バトルやライブを満喫したりして、フェス後半戦に突入するのだったのだ。さて中間発表、一体どの陣営が1位なのかしら。確か予備赛では現在陣営が1位だったよな。どの陣営も体感同じくらいのマッチング数だったし、どれが1位になっても不思議じゃないな。ちょっと待って、私たちの過去陣営が1位なんだけど、スナイパー外しの霊夢が中間1位の陣営だと。別にそれは関係ないだろ。まあ過去陣営の味方さん、すっごい猛者の人たくさんいたし、その人たちが霊夢の分まで頑張ってくれたんだろうな。私もちゃんと頑張ってたからね。動画外でだけど、動画内でもいいプレイ乗せなさい。ちなみにフェス会場はフェス前半と比べてかなり雰囲気変わってるぞ。ちょっと待って、もしかしてあのシルエットの方々は、全員集合してる。いいの？こんなに素晴らしい展開で逆に大丈夫なんですか？誰に聞いてるんだよ。しかも蛍先輩と風花様がペア組んでおられるの控えめに言って昇天しそう。うつむしいつの間にここにいるんだよ。私の転送魔法で送り返しておくから。いやだ、こんな最高のライブずっと見ていたいよ。お前はまず編集終わらせてからじっくり見ろ。ちょっと感動しすぎて実況できそうにないので、カットしてもよろしいでしょうか？愛が強すぎるだろ。こうして霊夢たちは
急に始まる、霊夢ちゃんのテンション上げ上げポイント紹介コーナー。なんだそのコーナー。このコーナーでは私がライブで特にテンションが上がったシーンを好き勝手に紹介していくわ。好き勝手に実況してるので許しましょう。フランはどういう立場なの？ってことでまず一つ目はこちら。あ、複数あるんですね。ホタル先輩と青木先輩が目を合わせて君ポーズをしているところ。テンション上がるところがオタクすぎる。ここを見た瞬間尊すぎてとりあえず残機一つ減りましたね。お前の残機多すぎるだろ。続きましてテンションが上がった場面2つ目は、テンタクルズの二人がライブ中にグータッチを披露するところ。姫ちゃんと飯田さんの相棒感が感じられてめちゃくちゃいいよな。マリサくんもその良さがわかるかね。誰目線だよ。すごいキモータに進化してきてる。そしてテンションが上がったポイント3つ目は、万太郎だけそのパート用意されていないところですね。どこにテンション上がってるんだよ。万太郎ファンにボコボコにされてください。いや、風花さんとうつこさんはスリミ連合らしい曲でめちゃくちゃ良かったけど、その間万太郎は後ろでイライラ入れてるだけだったんだよ。あの体型で踊るの難しかったんだろ。それに万太郎も一応前の手入れたりしてたから。はい、万太郎さんのことはこれくらいにして。かわいそうな万太郎さん。いつか万太郎さんのソロ曲お願いします。そして最後のテンションがめちゃくちゃ上がったシーンは、ラストにみんなで歌って踊るシーン。やっぱり全員でこんな演出されちゃうと焦点しすぎて残機いくらあっても足りませんわ。残機マイナスにいっちゃってるじゃねえか。さらにさらにその周りのクラゲちゃんも一緒に揺れたり踊ったりしてフェス特有の一体感みたいなのを感じれてて、あーめっちゃフェス楽しいって思ったわ。感想の語彙力が小学生レベル。さてと、しばらくここに住みますか。住むほど長い時間フェスは開催されてねえよ。ってことで以上、私が個人的にテンションが上がったところ紹介コーナーでした。てか背景の黒板全然使わねえのかよ。さて、ライブも満喫したし、バトルも気合い入れて勝ちに行くわよ。S 後半戦の鳥からバトルは特別ステージで戦うことになるんだな。ステージ名はグランドバンカラーアリーナで、今回私は防衛チームとして戦っていくわ。あれ？なんで霊夢はチャージャーじゃなくてスプラシューター使って戦ってるんだ？さすがにこれ以上過去陣営の足引っ張るのは良くないから得意な武器で戦っていくわ。足引っ張ってる自覚あったのかよ。ってことは霊夢、前半戦よりすごいスーパープレイ連発してくれるってことだな。いや、ちょっとそこまでの過度な期待は共演 NG となっております。共演 NG を堂々と動画内で発表するな。実況に戻るけど、今回は防衛チームだからシグナルを守ることに集中しながら戦っていきたいわね。今回味方さんがすっごい塗ってくれてるから霊夢は守りに徹したいよな。へっへっへ、ちょうどここから敵さんにチクチク攻撃できるし、残り時間ここら辺で耐久でもしますか。こいつ動画のこと全然考えてねえな。その戦い方ならチャージャーの方が良かっただろ。あ、でも敵さんのトルネードで強制的に高台から追い出されたから無防備なところ狙わせてもらいますか。よかった、ずっと高台にいるとかいう放送事故回避できそうで。緑陣営は追い返せたし、次は紫陣営の方を抑えに行きますか。紫陣営の敵さん2人ともスペシャル溜まってるし、早めに処理しておきたいよな。ちょっとエイムがブレッブレだったのでゴムで倒します。よくそんなエイムでチャージャー使ってたな。レイムさんがチャージャー当てれてたのってもしかして。私はそんなことしねえよ。そんなことよりシグナル取られそうだから防衛に向かうぞ。やるわね敵さん。私が目を離した隙に取ろうとするなんて。でもレイム程度だったら返り討ちにできそうではあるよな。現在進行形で返り討ちにやってるし。すまねえ味方さん、どうにかシグナル守ってくれ。今はなんとか敵さん抑えれてるけど、早く行かないとシグナル取られそうだぞ。ここは私が各陣営を勝利に導いてみせる。おう、顔面が気合に満ちてやがる。これ気合に満ちてる顔なの？ヨシイカローブ中に突っ込んできた敵さんからシグナル守れた。でもすぐにもう片方の陣営から攻められてるぞ。私のエイムが敵に合わねえ。霊夢さん、ちょっとチャージャーの時より全然エイム悪くなってませんか？得意な武器持ってきたんじゃなかったのかよ。いや、シューターって連射できるからついてきといに打ったってエイムが合わないのよ。ちゃんとエイム合わせて打ちなさい。それより敵さんにシグナル取られてないのに地面めちゃくちゃ見られてるんだけど。やっぱり敵さんの試合時間残り1分で本気出してきたな。しかもとうとう敵さんにシグナル取られちゃったぞ。まあまだ大丈夫。まだ一つしかシグナル取られていないし、必死に地面塗ればまだ逆転できるわ。シグナル取った緑陣営さんがこっちまで攻めてきたから追い返すぞ。まさかここまで攻め込んでくるとは。なんとか追い返せたけど、またシグナルも狙われてるぞ。急に忙しくなりすぎじゃない？私前半は台の上で敵チクチクしてただけで勝ったのに。動画的には良くないけどね。ちょっと緑陣営ばっかりと戦ってたから紫陣営さんにたくさん地面塗られちゃったな。私に影分身の術が使えれば両方とも抑えられるのに。過去陣営なんだから忍術の一つや二つ実装してもいいんじゃないんでしょうか。そんな不平等なフェス開催されるわけないだろ。ここで速報です。シグナル2つ目を紫陣営さんが獲得しました。そんな報、誤報だったりしませんか？残念ながら真実です。さすがにこれは絶望的か。いやまだよ。この勝負は結局最後にたくさん地面を塗った陣営が勝者。つまりここから大量に敵さんを倒してやられてる隙に地面を塗りまくる作戦で勝ちを狙うわ。残り10秒でなんとかなるのか。ちょうど目の前に緑陣営が。ここで倒して私たちがたくさん地面塗ってやる。おお、流れ玉がいい感じに当たって緑陣営全員倒せたぞ。最後に花火玉も投げれたからなんとか逆転できたんじゃないかしら。紫陣営は他の味方さんがめちゃくちゃ抑えてくれてたから緑陣営に勝ててるかどうかだな。私たちの大勝利だー。シグナル取られても逆転できることってあるんだな。取られたのが残り時間ギリギリだったから大して塗られなかったもしれないな。やっぱり最初に台の上でチクチク攻撃してたのは正解だったのね。それは動画的に間違いだって言ってるだろ。
この調子で攻撃チームでも勝利をもぎ取ってみせるわ。ちなみに今回は相棒の必戦君を使って戦っていくわ。霊夢にしては珍しく自陣塗りしてから攻めに行くんだな。さっきの試合は一直線に高台でチクチク攻撃しに行ってたのにな。今回のスペシャルがエナドリだから、エナドリ飲んでシグナルを奪いに行こうと思ってね。確かに、エナドリ飲んでやられてもすぐに復活するもんな。それに始まってすぐに高台登ってもシグナルゲットできないしね。そんな雑談してたらエナドリ補充完了したな。さあここからお祭りの始まりね。鉄さん落ち祭りに祭り上げてやるわ。グランドフェスを物騒な祭りに退化させんな。てか霊夢が血祭りにさせられてるじゃねえか。なんで緑陣営のほとんどが一斉に私に牙向けてきたんだよ。やっぱり霊夢の殺気がすごかったんだろうな。私ってそこまで殺気出てたの？やられちゃったからまたエナドリ貯めてから攻めに行きたいな。まだ時間もあるし落ち着いて丁寧に戦っていきましょうか。霊夢ができなそうな戦い方だな。そんなことねえよ。それより味方さんがバリアでシグナルゲットのチャンス作ってくれてるぞ。待ってイカのボリがうまくできない。本当にスプラ初代からプレイしてるんですか？よし、味方さんの完璧なカバーでシグナル取れた。今ジムはイファーが攻撃してきたけど味方さんのおかげで命拾いしたな。マジで味方さんのカバーありがたすぎる。この救われた命大切にしてシグナル2個目取っていきますか？さすがにそれは難しいだろ。救われた命すぐに無駄にするなよ。まあでもシグナルをこの残り時間でゲットしたのはめちゃくちゃ良い流れ。ここからは2個目のシグナルを狙いつつ地面を集中して塗っていきたいわね。さっきの試合みたいにシグナル取っても防衛チームが勝つこともあるし、最後の最後まで油断はできないぞ。そうだな、油断はできない。ところで霊夢、今日の夜ご飯何にしようか？さっき油断できないって言ったよね。なんでこの場面で夜ご飯に興味移っちゃったんだよ。あ、どこでもいいならラーメン屋さんでもいい？普段は動画序盤でラーメン食べてただろ。そんなに高頻度でラーメン食べれるのはぽっちゃりの才能あるぞ。それより敵さんが食アンダーで私たちの自陣塗りに行っちゃったわ。でも味方さんがすぐに返り討ちにしてくれたぞ。味方さんどんだけ強いんだよ。霊夢も味方さんに負けないようにしないとな。あ、間違えて味方の紫陣営攻撃しちゃった。こいつはダメそうだな。お前はおとなしく後ろで地面塗っといた方がいいかもな。いや今のはちょっと間違えちゃっただけだし、サルモクから落ちるって言うでしょ。お前はずっと落ちてるんだよ。ここで速報です。味方さんが一人でシグナルゲットしました。どこまで強ければ気が済むんですか？味方さんが2つ目のシグナルゲットしたおかげで塩カラーズのお二人がステージで応援しに来てくれたぞ。え、マジで？ちょっとこんなサプライズありだなんて知らないんですけど。ステージの方見るのもいいけどしっかりと試合にも集中しろよ。ダメだ、ステージが気になりすぎてチラチラ後ろに振り返っちゃう。ちゃんと集中しなさい。ちなみに塩カラーズの二人がいるステージからは定期的に霊夢たちの陣営の花火玉が発射されてるぞ。おお、テンション上がって力みなぎりてきた。急にキッと戦い始めた。塩カラーズと戦えるなら通常の逆倍の力だって出してみせるわ。これが愛の力なのか。若干キモいけどね。よし、試合時間残り30秒くらいで緑陣営の陣地めっちゃ塗ってやったわ。味方の紫陣営も一気に地面塗ってくれてるな。もしかして紫陣営の方も塩カラーズファンなのか？いや多分残り時間少ないから頑張ってるだけなんじゃないのか。多分現在肌柄テンタクルズファンだと思うぞ。まあ最後は自陣も綺麗に塗ってよりポイント差を広げて勝ちを確定させていくわ。もしかしたらラストにスペシャルで逆転みたいな可能性あるから油断はできないよな。あ、でも敵さんにやられちゃった。油断するなって言ったそばから。でもスペシャルは使われなかったし、塩カラーズの方々が援護してくれてたからこの試合では勝てそうだな。紫陣営と霊夢たち陣営、どっちが多く塗ってるんだ？再び私たちの圧倒的大勝利。やっぱり最後のテンション上げ上げプレイで結構いい感じになったな。なんだよテンション上げ上げプレイって。それに味方さんが鬼強すぎてたくさんカバーしてもらえたから良い流れつかめたわね。その後もフェスを楽しんで、とうとう結果発表の時間が来たのだったのだ。はぁ、夜通しフェス楽しんでもうヘトヘトだわ。最後この結果発表見たら家に帰ってゆっくり寝ようぜ。お、とうとう結果が発表されるらしいぞ。まずは予備祭の結果か。ここは動画序盤で現在陣営が優勢って言ってたよな。いやぁ、私が予備祭も頑張ってたら過去陣営が勝ってたんだけどな。霊夢一人の力じゃ結果は覆らねえよ。次は得票率ね。どのアーティストも人気だし、どこが多いのかわからないな。半分以上現在陣営だったの？こんなに差があったなんて驚きだな。確かにテンタクルズっていい曲多いもんな。いや塩カラーズも多いだろ。スリミ連合も負けてないぞ。厄介をたくさん落ち着いてください。さあラストは貢献と、これで今回の勝者が決まるぞ。まさかの全部過去陣営。あの霊夢が属しているのに。どの霊夢じゃ。まあ、待て、これで合計ポイントが高い陣営がこのフェスの勝者だから。現在陣営が貢献と全部2位だったし、まだ逆転できるかわからないな。やったー、勝ったぞー。おめでとう。よかった、序盤ボコボコだったけど100倍マッチとかで帳尻合わせることができて。お、塩カラーズやテンタクルズもラジオでコメントしてくれるみたいだぞ。
はあ、満足。これでフェスも終わっちゃったな。あ、まだラジオ続いてるぞ。それじゃあ次回は、絶対最強永遠フェスでお会いしましょう。あれはフェスのお題じゃないからね。視聴者さんのみんなもこんなに長い動画をここまで見てくれてありがとうな。長さがちょっとしたシリーズの総集編レベルくらいあるよな。だからこの動画の題名に墨括弧総集編ってつけようと思うわ。単発編がないのに。それで霊夢、グランドフェス終わっちゃったけどこれからはスプラ実況していくのか？もちろん実況するに決まってるでしょ。スプラ4の時に私って強いんだぞって周りに思わせるために練習しとかなきゃいけないし、その時には上達していたら良いな。霊夢のことだからスプラ4になっても弱いままみたいな未来簡単に想像できちゃうけどね。ってことでここまでのご視聴ありがとうございました。よし、それじゃ我が家に帰りますか。我が家って言っても私の家に居候してるけどね。君ら帰ったらなんか家燃えてるんですけど。あ、もしかしたら私の押したパソコン爆破ボタンでパソコンが爆発しちゃって、その爆発で燃え広がっちゃったかも。燃え広がっちゃったかもじゃねえよ。マリサ、こんな時こそポジティブに考えるのよ。こんだけ火が燃え上がってるなら焼きマシュマロし放題だって。そんなんでポジティブになれるか。はあ、これって保険適用ないかな。自ら爆破して保険もらえたら新手の詐欺だろ。それよりウプ主ってどうなってるんだ。あ、